こんにちはったらこんにちは、いずまです。今週はダイソーの人感センサーライトのバータイプを外部電源化していきます。これも明るさセンサー付きで磁石もついてて、光も暖かい感じですごくいいです。これで330円とは信じられません。まだ電池の持ちが悪いなってほど使い込んでもいないのですが、まあ電池交換は必ず必要になるし、おそらく前回のセンサーライトと持ちが全然違うということもなさそうなので加工しちゃいました。ちなみにこれ暖かい感じの発光で目にも優しいので嫁様にも好評です。丸い方のセンサーライトは結構眩しかったですからね。はい、ちょっとした製品紹介をします。電池は裏から入れます。単4電池を3本入れて、蓋をして、このスイッチを1回押すと連続発光モードです。もう1回ボタンを押すとフラッシュしてセンサーモードになります。見た通り光は柔らかめです。前の丸いセンサーライトよりは電池が長持ちそうな予感がありますが、容赦なく外部電源化していきます。でも今回は外部電源化はしますが、電池でも使えるようにします。いわゆる 2way の電源にします。はい、さて工作を始めてみましょう。まずは箱から出していきます。結構パッケージも小さいです。で、早速分解なのですが、これネジがどこにもないです。どうやってバラすかというと、ここにですね、薄い板を差し込みます。そうすると横の方に隙間ができるので、そこに精密ドライバーを差し込みます。できた横の隙間にまた板を差し込んで、あとはガリガリ引き剥がしていきます。嫌な音がしますが、意外と大丈夫なので、見切って剥がしていってください。半透明のカバーが外れました。LED の乗った基板が見えます。ネジで2箇所止まっているので、これを外します。基板を取り出すには、電池ボックス接点のハンダを外す必要があります。結構面倒です。ハンダを吸い取りながら外していきます。これが外れると、やっと基板が取り出せます。3枚に下ろすことができました。まずは下穴を開けていきます。この下穴を広げていきます。ルーターで穴を広げています。DC ジャックと基板が当たっちゃうことが判明したので、ジャックを削ります。穴の位置をもう少し下にしとけばよかったです。DC ジャックを差し込んで、ナットで固定します。狭くてナットが締めにくいですが、なんとか固定ができました。ここまで来ると、あとは線をつなげるだけです。曲線に気をつけて DC ジャックに電源線をハンダ付けします。基板を戻して電池ボックスの端子をはめます。基板のネジも戻していきます。ラストも戻します。電池ボックスの端子と基板をハンダ付けします。電池ボックスの端子に線をハンダ付けします。グランド線もつないでいきます。黒が目立ちそうで、グランドラインは白にしていけばよかったとちょっと思いました。
半透明カバーを戻せば作業は終了なのですが、今度は半透明カバーがナットと干渉しました。やはりジャックの位置がもう少し下だと良かったですが、後の祭りです。仕方なく半透明カバーをルーターで削ります。今度はうまくはまりました。透明カバーは両面テープか何かで固定しましょう。これが出来上がりです。グランド線はホットボンドで固定しました。作業はこれで終了です。今回ちょっと難易度が高かったですね。さあ電源を入れてみましょう。電池は入ってません。5V の DC ジャックを挿します。スイッチを押して連続発光モード、もう一度押すとセンサーモード。問題なさそうです。一定時間経つと消えます。では部屋を暗くしてセンサー動作させてみましょう。人の動きを検知すると点灯します。これも30秒ほどで消えます。今度は電池で壊してみましょう。単4電池を3本入れていきます。直します。1回で連続発光モード、6回押すとセンサーモード。電池でも外部電源でも問題なさそうです。というわけで今回はダイソーの LED センサーライトバータイプを外部電源化しました。一番面倒なのは本体を3枚に下ろすところでした。あとはまあほどほどでございます。使った材料等は概要欄に載せておきますので参考にしてください。冒頭でも言いましたが、このセンサーライトは小さくて光も柔らかくて嫁様にも好評です。我もという方はぜひチャレンジしてみてください。さてこのチャンネルではこういう電子工作だとか初心者向きのプログラミング教室とかをやっています。ちょっとした勘違いでまた見てみようかなと思っていただけましたら、チャンネル登録していただけると僕は大変嬉しいです。この動画が面白かったなという方は高評価もお願いします。で次回は多分プログラミング教室をやります。ではまた次回よろしくお願いします。